はい、どうもこんにちは。お久しぶりです。コスメティック高須です。今回なんですけれども、ご覧の通りね、リッツカールトン大阪に宿泊してきたんですよ。でなんでかっていうと、日本形成外科学会総会っていう年に1回あるね、形成外科の大きな学会があって、その学会の会場がね、この最高級ホテルリッツカールトン大阪だったんですよ。まあ、こうやってご覧の通りね、1階からね、ロビーから入っていって、でエスカレーター上がっていくとね、学会場なわけなんですけれど、今回ね、学会場はね、ちょっと撮影はしていないんですけどね、それ以外のね、ルームツアーとかをね、動画にしたわけでございます。なのでね、せっかくね、学会場がリッツカールトン大阪なので、一応ね、学会出席って仕事の一環でもあるんでね、これ専門医のね、更新のね、ポイントを取らないといけないんですよ。学会ね、出てね、いろいろ講習みたいなのね、受けないとね、専門医更新できないんですよ。5年に1回更新があるんだけど、なので仕事の一環っていうのもあって、で経費で落ちるんで、せっかくなんでね、リッツカールトン大阪に、ね、宿泊させていただきました。ということで、せっかくなんで、これ、もう動画ね、もう回しちゃってます。はい、ということなんですけれど、で、ルームツアーこれからやるんですけど、エレベーター降りて、これ部屋に入ってきました。で、まずは、洗面台はちょっと最初スルーして、ですぐね、右横に、この、あれがありますよ。冷蔵庫の、そう、冷蔵庫の中ね、普通にビールとかね、お茶とかコーラとかあるわけですけれど、それ以外にもお菓子とかね、お酒とかもあって、でこのね、メニューを見ますとね、このミニバーのメニューを見ますとね、マジでこれビビりますよ。これプチバブルですよ、これマジで。コーラがね、1本ね800円とかね、でミネラルウォーターも1000いくらかとかね、そんな感じなんで、もうプチバブルなんでね、ちょっともう怖くてね、冷蔵庫のものなんかとても飲めないんでね、僕はひたすら水を飲んでましたね。あとね、無料で飲めるエスプレッソのコーヒーとか、あと紅茶とか緑茶とほうじ茶もあったんで、それもひたすらね、お湯沸かして飲んでましたね。でこれ外の景色でございます。で今回ね、37階のね、最上階をね、わざわざ取ってくれたんですよ。別に最上階希望したわけじゃなくて、一番安い部屋でいいっていうことで申し込んだんだけど、なんかわざわざ37階の最上階をね、ホテル側がなんか取ってくれたみたいでね。なので最高に景色は良かったですね。これお風呂の中で、でね、バスソルトがね、可愛いのがね、3種類ついてて、いい香りでね、これを使ってお風呂入ったんですけどね、なかなか良かったですね。で、アメニティもね、一通り揃ってて、ヒゲ剃りとか、歯ブラシとかもね、ついてましたね。で、これ夜ね、夜夜景なんですけど、やっぱりね、さすが最上階だけあってね、こう下工事してるんだけれど、さすがに夜景は綺麗でしたね。もう遠くまで見渡せて、はい。もう素敵なお部屋。さすが関西のね、最高級ホテルだけありましたね。で、これね、ルームサービスのこのメニューを今ね、見てるんですけれど、これもね、マジでね、もうプチバブルですよ。で、せっかくなんでなんか頼もうと思ったんですけど、僕いつもね、あれを頼むんですよ。ミートスパ。ホテルのミートスパってめちゃくちゃ美味しいんですよ。こういうとこで頼むと。だけどね、ミートスパが多分ここないんですよね。だからリガートーニっていうさ、パスタなんだけど、短くてさ、太いさ、穴が空洞のやつあるじゃないですか。多分あれしかなかったんで、なのでね、今回はね、ビーフカレーとね、あとサラダを頼みましたね。これもね、値段プチバブルですからね、これ。ビーフカレーがね、4000円ぐらいして、でサラダもね、結構大きいやつなんだけど、2910円でしたね。ちなみにね、うどん1杯3410円とか、あとオレンジジュース1650円、コーラウーロン茶1300円、コーヒー1650円とかね、結構な値段でね、ちょっと正直怖いですよね。ビビりますね。ということで今ね、ルームサービスをね、注文してます。
はい、ちゃんと自分でね、注文してますんで、証拠を残してますんで、その正しいね、ルームサービスの頼み方をぜひね、見てください。では、ロミンルカスの方をお願いします。はい、初賞って結構大きいです。じゃあ通常のサイズを、お願いします。あとビーフカレーをお願いします。はい、さすがね、高級ホテルだけあってね、はい、電話の対応とかもね、ハイレベルでしたよね。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、はい、お願いします。はい、ということでね、ルームサービス注文完了いたしました。でね、注文したらね、だいたい30分弱ぐらいだったかな、お部屋に、ね、届きましたね。なんかルームサービスとか頼むのもね、久々なんだけどね。でね、決して僕ね、友達がいないから、仲間がいなくて、一緒にご飯を外に食べに行く仲間がいないから、一人で寂しくルームサービス食べたわけではないですからね。今回のね、この学会はね、あれなんですよ、オンデマンド配信とかも結構あるから、学会場に来てる人自体がね、結構少なかったですね。まあ名古屋に住んでるんで、大阪比較的近いんで、学会場まで行ったんで、これ見て、これビューって飛んだでしょ。このシーザーサラダのさ、卵ってさ、普通さ、ポーチドエッグだから潰すとドローと出るんだけど、潰した瞬間ね、ブシューってね、爆発したんですよ。これマジで、ね、ビビりましたね。これもうプチバブルでしたね、これマジで。ということでね、この濃厚なドレッシングをかけて、で結構量が多いでしょ、これ。なんか電話で聞いたら、2人で取り分けて食べるぐらいがちょうどいいって言われたんだけど、まあ、大体僕は野菜がっつり食べる派なんで、2人分とか3人分ぐらいの野菜を1人で食べるのが好きなんですよ。はい、で基本的に僕ね、ご飯食べるときね、最初にサラダを食べる派ですね。やっぱり野菜を最初に食べて、でその後ご飯食べると、その食物繊維のせいで血糖値の上がり方がゆっくりになるんでね。であと最初お腹膨らましておいた方がトータルの食べる量減るっていうのがあるんで、まあでも結局ビーフカレー全部食べちゃうわけなんですけれど、まあ、満腹感を味わえるんでね、まあ、最初に大抵サラダを食べるようにしてますね。はい、ということでね、次お待ちかねのね、最高級ビーフカレーでございます。これ蓋し開けた瞬間ね、マジでビビりましたよ。これマジでプチバブルですよ。これこの野菜がね、ゴロゴロ上に乗っかっていて、なおかつね、やっぱ最高級ビーフカレーだけあって、牛肉の塊がね、ゴロゴロね、ふんだんなく使われて入ってるんですよ。でこのルーがね、またね、すごかったですね。なんか野菜とかいろいろね、刻んだのがドロッドロ入ってて、まあおそらく高級なね、野菜とかの食材を長時間煮込んだんだろうなっていうのがね、なんか伝わってきましたね。はい、これただのカレーじゃないなって感じがしました。もうこのカレーを見た瞬間、さすがリッツ・カールトン大阪のね、4000円ビーフカレーでございますね。という感じでね、まずはね、一口目をね、このドロドロしたね、このルーにね、ビビってますよ、僕は。一口食べて、でもう一口いって、もうね、これね、半端ないなって口の中入れた瞬間ね、分かりましたね。はい、という感じで、まあ僕はカレー好きなんでね、もうこんな最高級カレー食べちゃうと、なんか普通のカレー食べれなくなっちゃうんじゃないかなってね、ちょっと心配になるぐらい美味しいカレーでしたね。でこれ福神漬けとらっきょうと、あとフライドオニオンも入ってたんでね、これフライドオニオンかけて食べてるんですけれど、うん、ということなんですけど、でね、ちなみにね、このリッツカールトン大阪ね、ジムもあるんですよ。ジムと、あとプールとスパがあって、ジムは無料で使えるんで、今回ね、ジム使ってきました。
でどんなあのマシンとかねフリーウェイトとかあるかなってねそう興味津々だったんですけど、あの今回はねそのジムの映像は流さないんですけど、ジムもねあの撮影してきましたんで、あの許可あのいただけたんですよ。なんかあの撮影していいですかって聞いたら、他のお客さんの迷惑にならなければって言われたんでね、あの撮影してきたんで、その動画はねまた後日お送りいたしますんでね。という感じで、このビーフカレーはね最高に美味しかったですね。このらっきょうとねあの福神漬けも最高に美味しかったですね。あの僕らっきょう好きなんでね、あのクロミちゃんがねらっきょうが大好物なんでね、まあ、その縁もあってらっきょう僕大好きなんですよ。ということで、美味しかったですで、おやすみなさいなんですけれど、これおまけ、翌日のね朝のあれです、ビュッフェです、朝食ビュッフェです。ビュッフェはねあの4000円ぐらいするんですよ。これ高いでしょなので、まあ、最高級ホテルなんでそんなもんなんですけど、あのビュッフェはねたくさん食べてね元取るために朝のね10時ぐらいに行きました。朝一つ講習受けてから合間の時間を狙ってね行ってね、こう基本的に野菜と魚をがっつり食べますね。で元取るためにはね炭水化物はねなるべく食べない方がいいですね。パンとかじゃなくてやっぱり野菜と肉と魚をねがっつり食べるのがねおすすめ。すいませんあのケチくさいこと言ってすいません。はい、という感じ。この絞りたてっぽいねこのオレンジジュースもね最高に美味しかったですね。でこれ注文してきたのがねこのシェフおすすめのねトリュフ入りオムレツでございます。ということでね、ではまた。